ミラーモータースポーツパークはアメリカ合衆国ユダ州トゥーイルにあるサーキット。周回方向は半時計回り。フルコースは全長4.486マイルという北米最長のサーキットである。メインストレート上での最高速は時速200マイルに達する。また、より短いレイアウトとしてインフィールド部分をショートカットした。 全長3.048マイルのアウターコースとしての使用やフルコースを東西に分割して2つの2.2マイルのショートコースの同時使用も可能である。アウターコースは北米屈指の高速ロードコースであり、アマスーパーバイクでの平均速度は時速100マイルを超える。NBA ユタジャズのチームオーナーのラリー・エイチ・ミラーが個人的な遊び場としてのサーキットを 予算500万ドルほどで作ろうと計画したのが始まりだった。この計画に賛同した地元のオートバイ、自動車関連企業の援助によって総費用8500万ドル以上の大プロジェクトに発展していった。コースデザインは世界的に有名なサーキットデザイナーのアラン・ウィルソンが手掛けた。2006年4月1日にサーキットはグランドオープンを迎え、そのシーズンからは アメリカンドゥマンシリーズ、アマスーパーバイク、グランダム、スポーツカーシリーズ等の国内ビッグイベントが開催された。2008年からは3年契約でスーパーバイク世界選手権の開催地となり、アマスーパーバイクと同日に閉催されることになった。SBK とアマのパフォーマンスを直接比較されるのを避けるためとスポンサー関係の問題から、 SBK はアウターコース、アマはフルコースと別々のコースレイアウトで開催されることになった。ありがとうございます。